えー、午後ののいかかお過ごしでしででょうかの久保ですえ今回はね、ロスカットをどこで取ればいいのかっていうご質問だったんで、まあ、私がね、どのようにロスカットを考えてるかを、この実際の今のチャートをご覧いただきながら説明しますね。えー、例えば、今ここから、ここから今すぐですよ。今すぐ倍でエントリーするとしますよね。そしたら、ロスカットの候補ってのは3つ大体決まります。1つ目が、ここですね。 二つ目がここです。三つ目がここです。まあ、もしくはこのあたりです。こんな感じで、ロスカットライン、ここを下回ったら、ロスカット。ここを下回ったら、ロスカット。ここを下回ったらロ、ここたらロスカット。みたいな感じで、三つロスカットラインを設定しますね。こっからエントリーですから、134-268ですね。えー、そっから、 あやや下がって10ピップス、12、3ピップスで損切りラインを設定するってことになります。ですんでリスクワーリワードが3.1だとすると利益幅っていうのはちょうどこれを超えてだいぶ利益が取れるような感じになりますよね。で、今度はロスカットラインを候補の2に設けるとすると 133の950ですから31ピプス下ですからこれが1円ぐらいの値幅を取るときにここになりますよね言うまでもなくこの3つ目のロスカット幅を設定しようと思ったらかなりの利益を見込むことになります、まあ、ですんでこの突き上げがですね、えー、大きくなると思えばまあ3つ目のこちらで食らわせればいいですしまだお試しというかね 小さな幅を狙っていこうと思ったら、当然ロスカットはちっちゃく近くなりますけども、ここで取ることになります。まあ、こんな感じで3つで設定しますね。うん。まあこれがですね、えー、本来はこのサンバガラスが出るじゃないですか。サンバガラスじゃない、逆。三平ですか。三平が出た時に、ロスカットラインをまさにね、ここで立てて、で、その後は放置がベストなんですよ。 まあそういうい風にしたら、まあ、結果なんですけどもね今ご覧いただくとロスカットにもかかわらずに悠々と大きな利益が取れてるんじゃないかなと思います、はい、だから今回は初心者の方はこの三平が見えてでしかもこの包み足が重なってるわけですからプラス全体は右肩上がりでしょであとフラクタルっていう事情もあるでしょだからもうとにかくねここでここでエントリーする要素はもう盛りだくさんだったわけですよ でですんで今私の設定としてはここでエントリーするとしたらってお話しましたけども、うん、ここでエントリーするとしたら結構な資金を持った上級者の、まあ、もしくは中級者の方に寄ってるってことになるかなと思いますどっちかっていうとリスクが高まってる状態ですのでここからのエントリーはだから私はここを抜けたのを確認して入るっていうふうにね今回解説させてもらったんですね じゃあいかがだったでしょうか。また皆さんからのご質問もお待ちしてます。FX オリガルヒでした。